こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ディープパープルの第2弾で、ブラックナイト、もう第3弾ですね。バンもスモークオーザンウォーターも、ハイウェストもやってますから、とりあえずディープパープル、僕ディープパープル大好きなんですよね。パープル世代、どっちかっていうと僕はですね、ツェッペリンよりもこっちの方をたくさん聞きましたね。ブラックサバスあんまり聞いてなくて、なんで、この2人か、あとは、クリームは、エリック・クラプトンのね、クロスロードとか、あの辺のあたりのアルバムはちょっと聞いてましたけどね。というわけで、ブラックナイトやっていきたいと思います。内容的には、イントロっていうのは、ながだだがだ、どこどどこど、どこどどこどのとこね。あそこの最初のところね。で、だんだだだんだだのところが有名なイントロ版ね。で、テーマの部分の203、ダーダタス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 タっていうやつが、これがこっちですね。で、テーマの部分の203年っていうのが、ダルルルダッツツツダッツのところの決め方ですね。定番の決め方じゃない決め方してるので、定番の決め方のご紹介もしておきたいと思います。で、ギターソロとオルガンソロの部分はですね、小節決まってるんですけど、これ多分バンプなんで、セッションでやったりとかする場合は、ここのギターソロって、この通り、逆にこの通り、こういうのをコピーしてる人って、もう小節数完璧に覚えてるっていうか、もう、フレーズ全部完璧に覚えちゃってるから、もう小節数変わんなかったりしますけど、そこの部分は、多分、回数的に見ても、多分、バンプなんだと思う。合図が来たら次行くみたいな感じですね。で、エンディング。エンディングは別に大したことないんですが、やっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず、イントロの部分ですね。ダガダダガダ、ドゴドドゴド、ドゴドドゴド、ドゴドドゴド。なので、もうこれは普通にスネアから。これだけでいいんですけど、最初のだけ。何回も聞き直して、1回目だけ、1個目だけスネア入ってないです。バスドラだけ。っていう風になってると思います。ね、ここのイントロの部分でした。これドラムがカウントして、カウントしなくても、カウントしてベースと一緒に始まるからね。ワンツースリーフォーってやったら頭から、の方がパンチがあっていいんじゃないかなと思います。だから、原曲そのままでやってもいいですけど、全然ワンツースリーフォーでもいいと思いますけど、頭クラッシュした方がかっこいいかもしれないですね。はい。ダンダダダンダダのところのリズムパターンがですね、これ多分、メロディーっていうかリズムのリフ通りにやってんのかな。で、足が、っていうふうにやってるっぽいですね、ハイハットかな、ライドかな、ハイハットだったと思うんです。で、ダダのところが、昨日やったやつがちょうど203年の決めなんですが、ここが、手と足が。で、最後のところが、ここがバスロールになってて、っていうふうになってるんですね。で、2回目が逆になってて、ここシンバルがこっちだったのが、こっちがシンバルになってます。という具合に、で、ブラックナイトですね。ちょっと一回通しますね。ワン、ツー、スリー。こんな感じですね。はい。じゃあ、2回目ですね。2回目これ逆転してるんですね。なので、足が先で、スニアのところが交互にアクセント。その時のリズムパターンでよく使う形ですね。で、2回目は、という形になってます。最後、この足の裏側ね、これを結構イアンペースに嫌うのかな。全部なしにしてますね。というわけで2回目。ワン、ツー、スリー。といった具合になってますね。
はい。2回目、3回目、3番はですね、ここの、タドストスト。ここは一緒なんですが、フロアに行った時結構フラムかけて、かけてるんですね。かっこいいですね。その後は、後半ですね、という16分音符。3連なのに16使うことによってすごくこう、ものすごくこう刺激的な感じになりますね。じゃあ、最後の通してみます。ワン、ツー、スリー。難しい。という形でございました。はい。ここが一番、まあ今日の肝ですね。はい。あとは、まあ、どうだ、つった、つった、つったの。どうだ、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 どうだ。聞いた、譜面に書いたのは、こうやってやってるんじゃないかと思われるんですが、まあ、ドッドタッドとベースと一緒に動いちゃってもいいかなと。で、ここ203年の決めですね。ここは普通に、ダン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 のところ。でこれをね、普通、こういうポップスでこういう決めがあったら、最初スネアにしてクラッシュするんですよ。これが一番サウンドしやすいんですけど、まあ、逆で行ったりとかしてるんですけど、まあ、ここですね。こういう形で行ってます。はい。というわけで、ここはですね、もう本当、タタ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 。ここ1回目こういう感じっていうかタム移動もしてるんですが、まあ何でもいいですね。で、ジャーで2回目はもうやってます。じゃあ1回目のやつだけつなげます。ワン、ツー、スリー。メロディーのブラックナイトのところですね。はい、ギターソロ、オルガンソロのところは同じように、ここが4小節のバンプになってて、でここはなんかギターがチュクタ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 ってあるのです。はい、のフィルインをしてます。チュクタチュクタでますね。でダンダンダンはっていう手順になってる。ですね。あとはタタタタタタだけなので、この辺は全然いいと思いますが、ここは3回繰り返し、ここは3回繰り返しで、またダンダダダンダダに戻るんですけど、3回繰り返しなんですけど、ここなんか4小節のバンプで合図があったら、ここの決めに行って次の人のソロに行くっていう形になるんじゃないかなとは思ってます。という形ですね。はい、それでは最後エンディングです。エンディングはもう繰り返しです、リズムパターン。だから特にチャプター作ったけど特に説明なしでございます。というわけで定番なので覚えておきましょう。シャッフルの時にね、何のシャッフルでやるっていうなると、まあ、もう日本のポップスの曲いろいろあると思うんですけど、まあ海外のやつのこういうね、定番って言えば定番だしね。ボスの缶コーヒーの宣伝使われてましたから、非常に皆さんリフはよく知ってるんで、特にこのバンドのすごいところってギターのリフですよね。ダンダダダンダダとか、ジャッチャッチャー、ジャッチャッチャラーとか、もうこれだけで何の曲か分かってしまうみたいなね。メロディーはなんとなくうろ覚えだけど、リフは全員知ってるみたいな感じだったりとかすると思います。というわけなので、定番なので覚えておきましょう。今日は、ブラックナイトの解説でございました。最後までご視聴ありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。
3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。